はい、皆さんこんにちは、宮野森です。私ね、昨日久々に地上波を見たんですよ。で、何を見たのかっていうと、大河ドラマの麒麟が来る、久々の、戦国時代の大河ドラマだったんですけども、面白かったですね。まあ、主役が明智光秀っていうところがまたね、今までにない切り口だなと思ってね。やっぱ武田信玄とかね、あとはやっぱ信長秀吉という武将、あとは家康とこう、ネームバリューがある人が大河ドラマになることが多かったと思うんですけども、明智光秀というところでね、ちょっと意外性があるなと思って、まあ見てみたんですけども、面白かったですね。ちょっと毎週見たいなと思いました。あと脇がね、またすごい人がいっぱい出てくるんですよね。松永久秀とかね。松永久秀とかって、ね、普通に大河ドラマ出ても、まあ、ちょっとこう消えてしまって、まあ結果的にはそうなりましたよみたいな扱いで終わる人がですよ。意外なところから出てきたりね。あとは誰だかな、あとは誰だか。まあとにかく脇役がすごかったと。斎藤道三のもっくんとかね。あとは、信長の、まあ、嫁ぐ、濃姫の役に、ね、沢尻さんがね、降りましたよね。で、帰って降りた方が良かったんじゃないかなと思うよね、やっぱりね。いや、かなり良かったですよ。仲間由紀恵さんかと思いました。あ、若い時のね。だから、あ、この女優さん、来るなと。来てしまうなと。いうのがこう伝わる感じでした。非常に良かったです。あとはね、まあ、堺正章さんとかね、結構ね、こう、あんまりこう名前が、どうなんだろう、有名ではないと思われるオリジナルキャラとか、まあそういったところが結構いたと思うんですけども、まあ苦にならなかったですね、そういうキャラ設定がね。いるかもしれないなっていうところでね。あとやっぱ脚本が良かったのかな。意外と1540年代ってなかなかないからね。こう空白地帯なんですよ、大河ドラマって。結構いっぱい大河ドラマってあるけどもね。まあ一番ぐーっと戻っていくと、まあ太平記から考えたら、そうだね。まあ次に北条時宗が、その前に入ってきて、で太平記来て、で、あとは、どの辺行くんだっけかな。あれ足利家だもんね。で、その後にこの花、ああ、忘れちゃった。なんだっけな。あの、足利義政の話があるんだけどね。まあちょっとあんまり視聴率が取れなくて、まあしばらくそこで大河ドラマって時代の流れがバーッとこう進んでね、まあ信長であったり武田信玄であったり伊達政宗徳川龍馬様であったり、あとはその時代の中で、ちょっと作品名はちょっと言わないんですけど、直江兼続とかね、あと誰だ、真田丸ね、真田幸村の話ね。あとなんだっけ、あ、秀吉。あと、青い時が三代とかね。こういっぱいあるじゃないですか。その後の時代はあるんだけど、こう空白地帯があるんですよ。まあ、その時代にこうぴったり入るとね、こう大河ドラマってこう流れでこういろいろこう歴史を、まあ、見ていけることができますよね。まあ、歴史がそれと同じとは限らないですよ。脚本と同じとは限らないけども、あ、大体この時代にはこういうことがあったんだっていう考えが、まあ、出てくるじゃないですか。まあ、その中でそういった1540年代ってところがまた、味噌なんですよね。三好三人衆とか出てくるんですよ。やばくないですか？三好三人衆。すごいね、またレアなね、キャラですよ。あ、あと毛利元就もありましたね。面白いなと思って時代背景をね、ここに当てたのがね。まあ、初回はなんか、野党がね、明智の、まあ、村っていうかね、
とやってくるわけだよね。まあそこでまあ、米やら何やら、まあ奪い取られてしまうわけだよね。で、そこでまあ、棟梁は、まあ持って鉄砲をね、まあ撃たれて、あの鉄砲一体何なんだって話になって、まあ話が進んでいって、まあそこでまあ、斎藤道三に、まあ、行くわけだよね。明智がね。で、あのちょっと鉄砲をちょっと、まあ見たいと、本心は思って行くんだけど、まあいろいろ、まあ理由をつけてね、まあ坂に行きたいということを言うんだけどね。まあ、斎藤道三はなかなかな、こう、ケチっていうかね、あんまお金出さないっていう感じがあったんだけども、まあ、結果的には、堺に行けて、その時に松永男女と、まあ、会ってね、で、まあ、俺はちょっと斎藤道三好きなんだ、みたいなね、まあ、ことを松永久秀が、まあ、言うわけだよね。で、すごい明智を気に入ってね、で、一緒にお酒を飲んだりとかいろいろするわけだよね、その後。で、その時になんか寝てる時にもう、あの、ポケットつか、まあ、あの、着てる服からね、金銭を取っていってね、一丁、種子島を置いていなくなるっていう。面白いんだよね、そこの家系がね。お姉ちゃんこれみたいな感じになってね。で、しかもその後にね、もう種子島を持ってめちゃくちゃもう喜ぶみたいな。ああ、ちょっと面白かった。で、その後、まあ、今日のね、町へ行ったら、もう、とんでもないことになってると。もう、いっぱいもうね、なんだろう、食べ物に困った人たちがたくさん寝てるとかね、もう町は荒廃してね、なんだこの都は、みたいな感じになるわけだよね。まあ、その中で、坂井正明さん演じる、まあ、お医者さんですよね、に会って、で、一応、斎藤道三の、まあ、奥方が病気なんで、来てくれませんかって話になるんだけど、まあ、いろいろ、いや、行く行かないの話になって、まあ、揉めたんだけども、まあ、結果的に町が火事になっちゃって、まあ、大変になっちゃってことだね。もうネタバレだね、全部ね。そういうことで、結局は、まあ、自分の家もなくなったから、まずは、じゃあ、岐阜へ行こうと。まあ、岐阜じゃないな。美濃か。美濃へ行こうということになるわけだよね。で、来週は信長とか出てくるのかな、まあ、結構面白かったし、初回にしては。で、タイトルとかもね、昔のあの、大河ドラマみたいな感じで、時代がかっこよかったしね。まあ、とにかくすごかった、かっこよかった。久々に大河ドラマ、ちょっとワクワクしてしまいましたね。まあ、戦国時代強いね。まあ、サーダーマルも人気あったけどね。ちょっと面白いなと。キリンが来る、ぜひ、皆さんも見てほしいなと思います。もうほとんど内容言っちゃったけどね。面白かったですよ。長谷川さんもいい役者さんだね、やっぱりね。で、もっくんがやっぱすごかったね。斎藤道三。あとは、松永久秀の、役をやった吉田さん。吉田さん、すごいね。さすが舞台やってる方だけあって、もう目の力がすごかったですね。やっぱ舞台の役者さんはすごいですね。面白かった。で、やっぱり鉄砲鍛冶やってる、谷原章介さんがもともと今川義元のイメージがあるから、だから今川義元と松永久秀が睨んでるみたいな、そういうイメージで見てしまいましたね、太鼓ドラマ。前いたからね。ちょっと面白かった。ちょっとなんだっけな、軍師勘弁じゃねえな。いいのかな。で、今川義元やったんだよね、谷原章介さんがね。そのイメージがすごい強いからね。今川義元のイメージを変えた谷原章介さん。面白かったね。大河が経験する人がいっぱい出たからね。まあ、すごかったね、役者さんね。いい感じでお金かかってる感じがあっていいですね。いやー、また見たいなと思いました。録画しちゃったからね。久々に。そう。久々に録画したっていうところがまたいい。しかも、明智光秀っていうところがまたいいですね。あと、川口春奈さんね。騎将。門姫か。信長のとこにお嫁さんに行く、騎将。川口春奈さん。よかったですね。非常によかった。
でも信長確かにね、ソミはそうたか。どうなのかな。ちょっとイメージ合わないかもしれないな、信長どうなるんだろうって。かえってそっちの方が気になるところですね。でも川口春奈さんでよかったと私は思いますよ。ぴったりだった。どうなんだろうな。ちょっと面白くなってきたな。まあちょっと役者さんがなかなかね、いい役者さんがいっぱい出てくるので、面白いですよ。本当に。いい役者さんで固めたなぁと思いました。ぜひまた見たいと私も思ったので、まあ、ぜひ見た方、これから見ようと思う方、ご感想をいただければと思います。よろしかったらチャンネル登録、コメント、いいねをお願いします。